お兄さん、ちょっといいですかい？このカエルの女の子、とっても可愛いでしょ？そんじょそこらのカエルと違いますよ。なんと、神様として祀られているカエルの女の子です。名前を、モリア・スワコと言うんですけど。え？単体火力はいらない？まあまあ、まずは話を聞いてから判断してみませんか？このスワコ様、ステータスも、この通り陰光が高くて、まさに攻撃式というステータスですよ。え、そんなの他にもいる？そう思うのも無理がないでしょう。ですが、スキルをご覧ください。火力、回避ダウン、霊力上昇の3点セット。スキルのない構成ときた。霊力は 1.00 上昇。つまり、連携ボーナスなしのパワー連携持ちと組ませれば、即フルブースト。即フルブーストですよ。そして回避3段階ダウン。え、全体回避ダウンじゃないし、他にも回避ダウン命中率アップできるキャラがいる。だからなんですよ、お兄さん。もしかして1ウェーブだけで考えてないですかい？3ウェーブで考えたら、1ウェーブ、2ウェーブ目でスワコ様の回避ダウンスキルを生かすというシチュエーションもあるじゃないですか。そう考えていただくと有用性は増しませんか？そしてこの陰光3段階上昇はチャージ付きときた。小悪魔など攻撃前スペカ効果でデバフをばらまくキャラより後に火力をぶつけられます。赤マリサやユウコもチャージ持ち。これはまさに流行りに乗っかってる感じですよね。そして能力はブースト使用時に陰光上昇する攻撃式のお手本のようなスキルです。3ブーストだとスキルと合わせて6段階上昇。そしてフルオートでも霊力上昇スキルのレベル上げをしていたら陰光5段階上昇。極めつきはスペルカードですよ。このスペルカードの全体攻撃で陰謀2段階ダウン。ラストワードなら見慣れた攻撃前スペカ効果ですが、スペルカードでこの効果はなかなか見られません。ラストワード前の下準備にも、そして3ウェーブフルオートでもいろいろ使えて超便利。豊姫より早く動けるので全体攻撃スペルカードの波状攻撃は強力です。単体スペルカードの攻撃前スペカ効果に何もない。確かにそうですね。しかし花特攻が便利なんですよ。いやいや、対象が少ないよ。そう思われるのも無理はありません。しかしこれはバフやデバフの減衰を確認するのに便利なんですよ。3章の幽玄の剣聖が落ちる探索、一番最初にお花を持った妖精さんがいますが、モリアの鉄の輪で確定クリティカルが出ます。ん？それがどうしたですって？お兄さん、ダメージ検証に興味がない？確定クリティカルということは確率によるダメージ幅がないってことですよ。もちろん乱数による誤差はありますが、それでも検証にもってこいのスペルカードですね。陰光上昇絵札や他のキャラのスキル能力で調整。お兄さん、陰光4段階上昇の場合と陰光2段階上昇、陰謀2段階ダウン、どちらがダメージが出ると思いますか？バフの減衰を考えると後者の方がダメージが伸びます。こんなことまで簡単に検証できちゃいますよ。他にはどこまで陰光上昇したら絵札を斬撃威力アップや属性威力アップにすればよいかという目安まで分かってしまいます。ちなみに結果以上燃焼は陰謀ダウンの効果もありますので、通常の陰謀ダウンと組み合わせたらどうなのかということまで分かってしまいます。そして極めつけはラストワード、攻撃前スペカ効果が微妙。そこはバランス調整だから仕方ありません。それ抜きにしてもこのラストワード、単体ラスマの火力の中では最上位に位置するみたいです。全て陰気のみの通常弾だから、陰光バフが上限近くになった場合、賑やかな境内を装備させてさらに火力を伸ばせます。陰光バフ、回避ダウン、霊力上昇と攻撃式に欲しいものが一式揃ったスワコ様にとってのまさにリーサルウェポンでございます。厄介な
全体攻撃耐性の敵も、そして赤マリサのフルオート編成にも対応可能。このポテンシャル素晴らしい。最近追加されたシオンの方が強力？そこは属性相性にもよりますし、適材適所でしょう。三国志の曹操が天下に名を轟かしたのは人材コレクターと呼ばれていて、有能な武将や名士を多く揃えて人材の層が厚かったというのも理由の一つとして考えられております。今開催されている狛犬ピックアップは来月末に工場入りします。しかし現在開催されている諏訪子様はフェス限復刻、これを逃したらいつ手に入るか分かりません。下手をしたら一生会えないなんてことも、曹操ならきっと諏訪子様を選ぶでしょう。ここで一つ諏訪子様に関する出会いのエピソード。2020年7月31日、彼女との初めての出会いでした。単体ラストワード持ちではありましたが、フェス限でもあるし見た目も可愛いのでガチャを回しました。しかしその約1週間後、同年8月7日、豊姫のフェスが開催され、全体ラスは攻撃式、間違いなく人権でした。ユーザーの一部は、諏訪子に使った素材を返せという心ない一言でした。その後も、単体ラスはだからハズレフェスだよねみたいな散々な言われよう。私はそれでも諏訪子様に育成リソースを割きました。せっかく引いたんだしちゃんと育てなきゃ、そう思い、ある日転機が訪れました。8月7日にメイン探索2章後編赤マリサが敵として実装され、厄介な防御バフがあるが、どうにかしてフルオート1ターンキルしたい、そういう思いでいろいろな構成が考案されました。そこで注目されたのが、残り1体になった赤マリサのフィニッシャー役として単体火力アタッカーの名前が挙がり、その中に諏訪子様の名前がありました。主な編成としてメリスン、小鈴、諏訪子様という組み合わせでした。本来ならこの諏訪子様の位置、優子が入るのですが、優子はフェス限で持っていない人がたくさんいたので、優子難民のメシアとなったのです。そしてさらに同年9月30日イベント幻想小料理屋ネムの木にて、全体攻撃耐性というギミックが実装されました。予想以上に耐性が強く、単体火力が不足しているユーザーはとても苦しみました。このギミック実装で単体火力の価値が一気に上がったのです。私は諏訪子育ててよかったと心底思い、そして感動しました。それ以降も駒島で諏訪子様は活躍して、諏訪子様復刻の要望が出るぐらいでした。私がこのエピソードで伝えたかったのは、単体火力アタッカーの活躍による感動です。現在フェスが開催されていますが、それも1月22日の13時59分までです。小石やネムノなど強力な単体火力アタッカーがいない場合は、特にガチャをする価値があるのではないでしょうか。それ以外も見た目が可愛い、見てくださいこのキュートな姿、そしておそらく可愛い見た目に反してママ要素もあるので、いろいろかき立てられます。諏訪子よ、私を導いてくれ。さあこの感動を体験するかどうかはお任せします。ガチャを引くのも引かないのもあなた次第です。それではまた次の動画でお会いしましょう。